なんか今年のね、深夜中のクリスマスはあっさり終わっちゃいましたね。まあ正直、中見てないんだけど、まあ盛り上がりに欠けたのかなって思うんですよね。まあ閲覧の数とか全然知らないけどね。でさ、ただ四季さん家行ってさ、なんか遊びに行っただけでしょ、結局は。で、実はね、あの四季さんはあの今回ね、クリスマスパーティーを深夜中に話してるか話してないか分かんないけど、もっと 大々的に、ね、あの計画していたんですよ、まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、四季さんの気持ちとしたら、深夜っちょに対しても、ルイージに対しても、明石家さんまさんみたいに、明るく楽しい、人を傷つけないエンタメを提供してほしい、まあ、そういう配信者になってほしいわけですよ。で、なんとね、今回はこの2人しか四季ハウスに来なかったんだけどね、クリスマス、みんな呼ぶ予定だったんだよ。ルイージ、カノー、エミタロユイが。 深夜で別に喧嘩させるわけじゃなくてクリスマスっていうことでみんなで楽しく過ごしてそのわだかまりをなくそうっていう計画があったんですよそれルイージが言ってました俺ちゃんとあの配信で見たからねルイージが言ってるところをねでもやっぱタイミング的にねつらいできないってなってパスしてまあ結局この2人だけになった本当はねそのしきさんの 考え方っってていううのは俺合ってると思うよ配信能もありみんなで明るく楽しくさせたいってね変なことをぶっ込んだりしないと思うしね本当にその気あいあいとね楽しくやりたかったと思うよででもそのね仲悪い同士が集まってそのポジティブになるその,その流れとかさその雰囲気っていうのはみんなさ見るじゃんあと単純に人が集まればね配信も増えるしで非常にね なかなかね、粋な計画を企てていたんだけど、実現せずに、なんかあっさり終わっちゃったっていうね。今からでも遅くないから、あの、新年会のさ、パーティーをシンシアで、あの、洋菓子さんがね、下準備して、あの、それをやればいいんじゃないできなかったタイミングがさ、その、みんながね、行ってもいいよってなるかもしんないじゃん。ちょっと時間経って気持ちが変わってさ、許せるようになるで。でさ、なんだかんだ言って、四季さんはさ、去年、今年、 ダブルでさ、深夜長とクリスマス過ごしてるよね。去年はね、深夜に、新車を訪れたじゃないですか。だから本当に新野鳥、四季さんでの相性がいいんだなって思いました。でちなみにね、加納類ジの方を見ますと、まあ結構この2人楽しそうにやってるんだよね。で、カノもなんか一緒に踊ったりとかしてね、なんか気あ,あいあいとして、なんか深夜長と行った時よりも、カノの開放感を感じにね、なんか自然体っていうかね、 深夜町といったときは、なんか深夜町の女性に対しては結構縦社会じゃない上下関係が強いから、ミレーナで縛られてるように、心も体も縛られていて、あんまりね、浮かれてるところ見たことなかったけど、ルイジと一緒のときは結構浮かれて踊ったりとかしてましたね。ってことでね、まあいい方にみんな向かってるんじゃないのって思いますね。まあ、俺が気になるのは、深夜町をやっぱ中心として見てるわけで、まあ彼の配信がなんか、 しょぼくなっっててるるかさにななよねなんかあっさりしてるっつうかなインパクトがないっていうかねえなんかなん,なんもないよねなんかさらっと終わっちゃうみたいなでこの2人のがなんか今勢いとパワーあるんじゃないのかなって思うわけですよただ、まあ、何回も言ってるようにその新野鳥っていうさこのネームバリューと、まあ、キャラキャリア10年選手考えるとやっぱ断続で新野鳥だからねまだ 死んでないし、腐ってないから、まあ、なんとかね、シンシアで、みんな揃えてね、ぶっこんでね、やってほしいよね。全員集合みたいな。四季さんもそれ望んでるからね。まあ、だから四季さんの言うように、アカシアさんまみたいな配信してれば、あの、ツイッターもね、YouTube もバンにならなかったわけじゃないですか。でもそれだとダメなんだよね。窒息しちゃうってう言うしね。難しいですね。以上です。どうもありがとうございました。